ギガ連射。さあ、やっていきましょう。今回やっていくのはこちら、夏王子のアイス屋さんということでね、8月に入りましたんでね、まあ夏らしいものを、この暑さに負けぬ夏らしいものをということで、夏王子のアイス屋さん、やっていこうと思います。どうも、アザラシです。でね、今回は少し新たにシステムを導入しました。ペペーン、あらすじを下に表示できる。大したこっちゃね。大した機能じゃないんだけど、OBS いじってて、あ、そうか、こうせやいいんだって。ね、これをね、動画の編集の方で出したりもしたんだけど、まあ、これ、こうするのが一番賢いよね。これが一番いい。マウスカーソルも出るしね。ただ、これを読むパートが必要なのかっていうところについては、まだちょっと頭の中で議論を読んでる。本当にこれ読む必要あるのかなって。この前振りもいらないよね。パッとゲームスタートすればいいのかなとかと思ったりもするけど、まあ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 ゲーム実況なんで許してください。さあ、あらすじ読んでいきます。笑っているのか泣いているのかさっぱりわからないが、暑い日には気前よくアイスを配りまくる夏王子。夏王子なんですね。夏王子ってキャラクターなのかな？クターじゃなくて。夏王子。どこからか聞きつけてきた大量のお客クターたちにクター、あ、これ読みにくいの。大量のお客クターたちに愛想っていうのはね。大量のお客クターたちに愛想って、これもここね、5回ぐらい読み直してますね。やってますね。もういいや。このままいきます。大量のお客クターたちに愛想を配りまくろう。アイスが当たらなかったり、お客クターが夏王子のところまで来てしまうと膨れてしまうぞということでね。今回は初見プレイじゃありません。何回かやり直してます。何回かやり直して、なかなかスコアが伸びない。一応ね、94までいって、100超えたらやめようと思ってて、これで20分くらいやってしまったんで、まあ、この動画一発目でバシッと100出して、バッと終わる。バッと終わるつもりです。バッと終わるつもりです。ただ8月に入ってからなんで、スコアがね、リセットされてます。月替わりでこのスコアリセットされるんでね。ただね、まあ、やっていきましょう。これね、このアイス屋さんね、昔ながらのアイス屋さん、高知ぐらいにしかなさそうな。アイスの路上販売ですね。アイスクリーンで紅茶売ってますね。さあやっていきましょう。ですね、スコアがね、まあ、月替わりになったからリセットされたってのもあるんだけど、クーターの動画いっぱい上げてるおかげで、自分でその動画とか再生すると、おすすめとかに結構、ね、まあ、この動画を再生した人も、もしかしたらクーターの動画がおすすめとかに出てきてるのかもしれないけど、過去に結構上がってる動画たち、過去に誰かがやってるゲームプレイ動画とかが上がってて、すげえスコア叩き出してるね、どのゲームに関しても。ちょっと嫉妬してしまう、あれ。あー、落とした？落としたか？これね、打ちミスがダメなんです。確実に、このクターの口に、クターにアイスを当てないと、私一見シューティングゲームっぽいんだけど、例えばこういう風にするでしょ？これダメなんですよ。確実に当てないと。で、当てようと思って、まあ、もう一回別の方を見せますよ。当てようと思って、近くまで寄せる、ここら辺、ここの青いラインまで来るとダメ。遠くで開けてたいけど、結構近くまでは余裕があるけど、でもだからといってあんまり余裕ぶっこきすぎるとダメというかね。めちゃめちゃね、情報が多い。画面の中に情報が多くて、これを、なんかこう、脳内で処理するの結構大変。で、失敗！T シャツを着てるやつがいるじゃないですか。数字の T シャツを着てるやつがいるじゃないですか。あれがめちゃくちゃ厄介。書いてる数字の数アイスを投げると T シャツが脱げるんです。そこまでいい。だから、1って書いてるやつには2回。で今2って書いてるやつには3回。3回アイスをぶつけなくちゃいけない。当てなくちゃいけない。にやろうって感じですか。あー、失敗した！これ、回数重ねれば重ねるほどミスが増えるぞ。100超えるまで終われまてんだよ。できれば動画の冒頭一発で100超えて、ベシッと終わるつもりだったんだけど、そうはクターが下ろさないな。アイスクリーム、これも、昨今アイスクリームって結構コンビニとかでね、
当たり前に食べれるようになってる感があるから、皆さんもよく食べられるんじゃないかと思うんですけどね。昔うちの近くにシャトレーゼっていう、なんつったかな、デザートさん、山梨がね、本社のね、今のところとかね、なんかこの野郎T シャツ野郎が、はぁ、シャトレーゼの話続けさせてくれ。シャトレーゼってのはね、山梨に本社があるね。あぁ、これ難しいよ。これ難しいよ。ベストスコアの200出してるやつ、あれもなかなかだな。ただおそらく YouTube 上にはもっと猛者がいるんだろうな。このゲームに関してだって。きっと猛者がいるんだ。あ、で、シャトレーゼの話に戻るけど、シャトレーゼ、山梨に本社があるんですけど、山梨といったらね、結構果物有能県でね、まあ、ぶどうもあるし、桃もあるしっていうことね、シャトレーゼのアイスはね、果汁とか結構、しっかり果汁使ったようなアイスがいっぱいあって美味しかったなぁ。もう岡山撤退したんじゃなかったかな。だからもうガリガリ君とか満足できないよっていう体になってたんだけど、シャトレーゼに、シャトレーゼに、シャトレーゼのために、あー、100超える、100超えてやる、100超えた、やった、やっ、今奇跡、わー、難しいなこれは。まあでもね、ベストスコア更新しました。ベストは更新したんで、まあ許してください。4位だ、やったー、ということで、皆さん暑さに気をつけてください。暑さでね、熱中症とかにもならないようにね。まあだからといってずっとクーラーの下に行ったらね、それはそれでまた体弱ったりするんでね、程よく夏を乗り切っていきましょう。ほなまた。